はい。皆さん、こちらは物販講師の黒沢です。今回は、飛行機、航空便と船便、同じ商品を送ると、どれだけ金額の違いがあるのか、というのを、弊社、生徒専用の代行会社の実際の概算見積もり書を使って説明させていただきたいと思います。数字を見ていただければ、一目瞭然なんですが、合計が259,618円になりました。 飛行機で運ぶっていうご希望の方も、もし船便で運んでた場合は、いくらぐらい安くなるのっていうのが、一気に同時に算出される仕組みになっています。もちろん、船便で買い付けられるお客様も、飛行機で運んだ場合は、あとプラスいくらかかるかっていうことも一瞬で算出できるようになっています。飛行機便、航空便の特徴として、時間はめっちゃ短い。すぐに届くけれども、お金は高い。 っていう特徴があります。一言で言えば、安さを取るか、時間を取るかっていうのが、飛行機と船便の違いですね。次に、TTS レート、要するに為替レートの話なんですが、2021年6月現在、中国円がちょっとずつ高くなっています。で、それよりも、ぜひ代行会社に依頼する際に着目していただきたいのは、ここなんですね。TTS レートプラスいくらで請求かけられているかってところを見ていただきたいんですよ。弊社の場合はプラス、0. 5円ですが、代行会社さんによっては、プラス1円のところもあれば、プラス1.2円とか1.5円のところもあります。0.5円から1円ぐらいのところであればいいんですが、1.2円とか1.5円取ってるところっていうのは、正直高すぎやしませんかって個人的には思います。また、いくら取っていようが、TTS レートプラスいくらいただきますっていうことを、買い付けのご依頼をいただいた時とかいただく前に、しっかりとお客様に説明する責任が代行会社にはあると思います。 TTS レートについての説明をしっかり事前に行っている代行会社かどうかっていうのは良心的なところなのかそうでないのかっていうのを見分ける一つのですよ。あくまで絶対的ではないんですが一つの指標にはなり得るかなと思います。というわけで、まずは航空便の見積もり書についてチェックさせていただきました。次。 船便です。まあ、飛行機と比べると95,000も安くなります。基本的に全く同じ数値を入力しています。航空便の数値を入力すると、こっちにも反映されるように、弊社の概算見積書では計算式も入力しているんですが、ここですね、国際送料が15元っていうふうに書いてあります。 飛行機の時が65元で、船だと15元ですから、まあそれこそ3分の1、4分の1ぐらいの料金になるわけですね。21キロから100キロ以内であれば、1キロあたり24元。100キロを超えると、1キログラムあたり15元で送ることができます。今回の場合、110キロということで見積もりを出させていただいた場合、1キロあたり15元になりますので、合計金額とすれば、このように安くなると。 飛行機に比べると10万円弱、9万5千円ぐらい安くなるっていう話です。で、この青で書いた項目っていうのが特に着目していただきたいところなんですが、船便特有の手数料として、追加商品手数料、まあこのネービングは勝手に私が付けたものなんですが、っていうものが存在します。これは何かっていうと、5種類より多い商品を送る場合は、1種類あたり追加されるごとに30元プラスで手数料いただきますよっていうことなんですね。 今回の場合、こちら、10商品なわけですから、5種類よりも5商品超えているので30、30×5 で150元追加でいただくという形です。まあ、ビビたる手数料ではありますので、そんな気にする必要はないんですが、まあ、こういった手数料が船便特有である。 ということです。では、これで実際買い付けを行って、商品を発送した後、実際の商品の金額などがどうなっているのかっていうのを見ていきたいと思います。右側、実際のコストっていうのが、じゃあ発送して、本当は何歩だったのかっていうことが書いています。例えば、こちら、単価1キロあたり65元ということで請求したけど、実際は64元で遅れましたと。で、重さに関しても110キロだろうということで、 実際は95キロでで送ることができました。この場合っていうのはいただいたお金よりも実際の方が安く済んだっていうことですので実際の金額といただいた金額っていうのを相殺しまして返金させていただくと。 いうことになっています。で、こちら、返金って書いてありますけれども、例えばこれ実際が150キロになっちゃった、みたいな話になったら、はい、こちら追加請求に変わったようにですね、ちゃんと金額に合わせて追加請求するのか、返金するのかっていうのも、もうエクセル関数でしっかりと入れていますので、計算間違いなく、請求、追加請求もしくは返金をさせていただくという形になります。船便の場合、同じように、95キロ。 ということで、計算をさせていただきますと、今度は追加請求がこっちかかってしまうんですね。どういうことかっていうと、15元1キロで110キロっていうことで、請求書を作らせていただいたんですけれども、95キロになった場合、100キロ未満ですから、その場合っていうのは、1キログラムあたり15元ではなく、1キログラムあたり24元の送料に変わってしまいますと。というわけで、今回は弊社の実際の概算見積書、目安書をお見せしながら、 飛行機便と船便航空便と船便の金額の違いについて一例ではあるんですけれども。 紹介させていただきました。繰り返しになるんですけれども、どっちがいいとか、どっちが悪いってよりは、どっちを求めているのかだと思うんですね。早く送ることを求めているのか、安く送ることを求めているのか、これによって切り替えていく話になりますので、基本的に初回のテストマーケティングは、早く結果を見たいわけですから、早く販売開始したいわけですから、飛行機便を使っていただいて、航空便を使っていただいて、2回目、3回目以降の追加買い付け、 もしくは量が増えていったタイミングで船便の方にシフトしていただく。もしくは飛行機便を使いながら早く送りたい一部の在庫だけは飛行機便でさっさと送ってしまって、例えば在庫切れをしそうなタイミングはなる早で送る必要ありますから、コストがかかっても航空便を使って送って、で、残りの在庫については船便で送るみたいな形で併用して買い付け依頼を行っていただくこともできます。ご参考にしていただければ幸いです。 では失礼いたします。